もう日焼け止めクリームを必ず塗って、で出かけるときは、でもまあ汗っかきなんで結構こまめにはやってるんですけれども。プロダクション所属、本田秀幸37歳。やっぱりね、なんか塗っててもちょっと気になっちゃったりとかするんで、なるべく本当にいくら電車で座れても日が当たったらもう立っちゃうみたいな。自身のシミに悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。では始めていきます。額のあたりから乗せていきます。今日で9回目ですよね。慣れてきましたよね。もう本当にやっぱり一発目は緊張しますよね。痛いなって思った、その時の施術の結果ってめちゃめちゃいいんですよ。なんかあ、そうなんですね、はい、痛かった分だけ、痛かった分だけ効果があるよ。ドキドキしますね。今、はい、分かりますしまーす。お願いします。はい、いいでしょう。もう慣れました。大丈夫ですか。はい、思い出しました。はい、痛いんですね。大丈夫です。はい、ではお花ちょっと作ってします、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。あの弱いとこ足していきます。はい、いただきます、はい。ラスボスなんですね。これラスボスなんですよ。こいつをどうにかその蛇みたいなやつで倒してください。そうなんですよ。はい、はい、あ、お疲れ様でした。あ、いや、今日が本当に一番楽しかったかもしれない、今までの中で。ありがとうございます、本当に。